ねえ、あんたこれ知ってる？ああ、そうそう。なんとかいうアイドル。人気あるの？もしかして結構詳しかったりする？へえ、そんなに有名なんだ。うん、私はもちろん全然知らないけど。何よ、その目は。私が知ってるはずがないじゃない。アイドルなんてみんながみんな好きなわけじゃないでしょ。どちらかというとディープな、いや熱心なファンが、まあいいわ。確かにみんな可愛いんだけど、正直見分けもつかないし、何より生身だし。わかるでしょ、私の興味の範疇外だって。ってことでこのチケットはあんたにあげる。ペアチケットだしちょうどいいわね。好きな子がいたら誘ってあげたら。あ、そのアイドルをね。別にあんたの好きな子でもいいんじゃない？いいのよ、遠慮なんかしなくたって。ただだものそれ。もらい物っていうか、いつもいろいろ買ってる店の懸賞で当たったの。それ一等賞だったのよ。すごいでしょ。実は二等賞や三等賞の方が個人的には嬉しかったんだけど、そりゃどうせ当たってくれるんなら研究に役立つものが良かったわ。まあそういうわけだから、適当に楽しんできて。じゃあね。ねえ、一応確認するけど、私の話聞いてたわよね。興味ないからあんたにあげたのに私を誘ってどうするのよ。もちろん知ってたら断ったわよ。まったくもう。軽く嫌がらせじゃない？私は忙しいのに。はぁ、息抜きは必要だけど、そういうのは自分のタイミングで。ちょっと、聞いてるの？仕方ないわね。今日だけよ。あの少年、ギミックが、ステージの、なるほど。ん？ああ、ごめん。ちょっと考え事してた。アイドルにはちっとも興味なかったけど、ステージは良かったわ。ずいぶん大掛かりな機械使ってたわね。仕掛けも面白かったし。全く期待してなかったけど、予期せぬところでいいものが見られたわ。他人の作ったものを見るっていうのも、時には必要なのよ。気乗りしない息抜きのつもりが刺激をもらえたっていうか。ああ、でもあのグループね、人気があるのは分かったわ。別にそんなに見てないけど、歌も悪くなかったっていうか。あんたにチケット譲ってよかったわ。ありがとう転校生。他の人に譲ってたら私はここに来られなかったもんね。さ、息抜きは終わり。帰ったらまた研究よ。